まあ、1年を通して、まあ一軍には僕は入れなかったんですけども、まあ、そのチーム事情、なども含めて、後藤がいなかったら、大変なことになっていたということを言っていただけたので、本当によく1年間頑張ってくれましたということを言っていただきました。 B クラスということが非常に多い、野球生活なので、何としてもこう日本一というものを目指して勝ち取りたいなと、まあ、他の選手に比べて、まあ、ある程度長くやってますから、その分悔しい思いも大きいですから、来年は何としてもこう日本一になりたいと思います。